あれは説明書見よう。説明書やりながらやってもしゃあねえやろ。多分ね、説明書いらんと思うよ。さて、いこう。メガライス。多分メガライス。このゲームね、説明は面白そうだった。説明は面白だった。うん、なんか世代を交代していく RPG みたいな。世代を交代、あんまり覚えてないけどね。ほら、これ外れた。当たったの。何個か当たってる。どこの会社？多分外国の会社だと思うけどね。え、なんかこれタイトル？長くね？あんなん一瞬でいいわ。ほーら、面白そう。取っていけ。よし、はい。オプション。まずはオプション。はい。新しい物語。え、なんこれ。死が全ての終わりであることを、時間は味方ではないことを知っている。ヒーローモードはそんなプレイヤーに向け。普通でいいわ。やったことねえわ。難しいんかな。シャイニングフォースみたいな。いや、わからん。ゲーム画面ちょろっとしか見てない。静止画やし。起きて、起きてってばじゃねえよ。なんだよ、外国の多分ゲームやけど、なんかこう、なんかあれ、聖剣伝説知っとる？ああ、知らん。ああ、知らん。ああ、知らん。なんこのクワガタ。ああ、多分ね、クリスタルクロニクル的な感じ。ああ、なるほど。ああいう動き。なんか、タワーオブグレイみたいなね。タワーオブグレイやってないな。噛み合わんな。ジョジョだよ。剣を探してって。剣を探すのね。剣？剣。めちゃくちゃ字がちっちゃい。これ何もできんよ。まずは一人なのかな。まず一人のやろうね。仲間が増えてから。何これ、勝手に行くよ。浜に打ちの方向を拝むと光る剣について。ああ、そういうことね。あれが矢印なんよね、左腕の。ああ、なるほどね。こっちだよ、ちょうど。なんか繋がらない。ホーム押したら、ホーム長押しされてくるんで。ずっとピカ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 。あれあれ、繋いでみて。ホーム。このホーム押し、ピカピカ状態。あ、こっちだ。オッケー。あ、ほら。はい。出てきた。やった。出てきた。なるほどね。どうしたん？はい。ただ押すだけ。こっからスタートやで。やっとかよ。最初からできとったっていうね。なるほどな。ゼルダの起きた瞬間からできとったっていうね。だけどなしよ。ハグハグハグ。てか装備何もしないけど大丈夫。あー邪魔。あー、え、もうモルモ倒しちゃう？どうやってあれやる？いや、多分スタートボタンを押して、なこいつ。そのうずうずしてるので。決戦の日まで時間を飛ばす。あ、家で寝てれば。なんだよ、倒せるんじゃない？早くね。こっちはできんの？これは先に。これ、R ボタン。R2 ボタンを長押しで選ぶ。あーね、モンハンみたいね。あー、そうか。あ、ステッカー、ステッカー、こう。どこに行く？どっか行ったよ。とりあえずモルモの城に行っても意味ないけ、下行こう。下で、とりあえずマップで、あ、左行く？あ、左行こうか。とりあえず左にずっと行こう。あ、そっちからだと多分行けるのか。こっちから。バタネゴエモンみたいに画面限られてね。ゴエモンは死んじゃうから。
こっちかな。俺あったったんや。左行きたいよ。あ、行けるよ。ほらもう。あ、行けれんよ。行けれん。あ、壁封鎖されとわ。あ、なるほどな。とりあえず探索しろ。上も行けれん感じか。行けれんね。あ、でもこれ喧嘩戦でいいんだ。俺の金やぞとか言わんねん。あのデジモンみたいに。ああ、そうやな。俺のやぞ。デジモン割りひどかった。ひどいな。もうやらんの X。X はちょっと封印。保留。ココ君が今期。あとは桃鉄したかったんやけどな。俺の考えた企画。桃鉄で協力プレイ。そんなのある？いや、ない。自分でいろいろ考えて、やると。計画上では佐久間っていうすごい強いやつがおるんだけど、コンピューターのマインドで、そいつに、50年のハンディキャップをつけで俺たちは豆鬼で50年を勝手にパッて刺して、50年長くね、50年をコンピューターが勝手にやってもらって、うん、俺たちプレイするのは5年だけで佐久間をボコボコにするという協力プレイ。それって面白い。佐久間すごい強い。マジで？うん、あいつは、あいつね、目押ししちゃうから、サイコロ。6出したいときに6出す。コンピューターなんやろうけど。コンピューターだろ？勝てるわけねえ。超強い。びっくりしたの。なんで出るのって。結局、桃鉄はカードの使い方やけど。よし、とりあえず、下に行こう、下。寝ればいいんやけど。このゲーム2時間ぐらいでクリアできるらしい。で今1時間ぐらい経ってもう夜やけ、あと半日しかない。やばくね？死ぬ？大丈夫？あれ？体力はなくなりそう。回復しよう。回復。あ、 B で攻撃やった。 B でずっとローリングしとった。全然ダメージ食らわない。弓欲しいな、弓。なんかこれ雑草？なんか出てきた。なんやこいつは。ピクミンや。ノールクアップか。でかくなっちゃうとか。ああ、ワープ？わからん。ボナスエイ。ボンバーマンか。なんかピクミンみたいな出てきたよ。お、なんかこれ。あ、なんかいいじゃん。なんてこった、ソウルメイトが空から降ってくるなんて。どういうこと？ぜひ今。ああ、この爽快感いいね。最近無双ゲームやってないけどな。これ少人数で作られたって言えた。あ、いたいたいた。あー、これ二人じゃないと宝箱が取れんってやつだね。今完全に穴に落ちとったよ。レレレ、消しゴムや。開かないけど。あ、そうね。閉じちゃう。これどうするの？ああ。当てるんかな？あ、そっち？あ、なるほどね。オッケー。これないと。これ関係ないか。あれ？開いてねえじゃん。これ悪いんじゃない？違う。マジ？いた、いた。開いた。ああ、なるほどな。五右衛門や。分かりやすい。全部五右衛門や。五右衛門こんなんやったっけ。レレレレー、エーテルバクだ。置いたり投げたりできるぞ。なんかこれ松明あんま使わんね。よし、
まだ使わんのかもしれん。こっち行ったよ、こっちの。同じやん。ほら。あれ。同じ同じ。で、これで元に戻るんやろ。なるほど。ピクミン。さっきのあいつは何しよったんや。ずっとボトボケーってしとった。あ、持ってきた。死んじゃうよ、酢飯。酢飯じゃない、おかゆかん。おかゆ死んじゃうよ。あるあるある2で回復。全開かよ。全開するんかい。やべ、いきなり使っちゃった。あんまレベル上がらんね。このこの左下のケージは何なんや。お、出たプック。うー、突然のおせっかい。ホラーナガルよ。ホラーナガルだけ OK です。ホラーナガルだけ。テイテイ。俺がどっちか分からんくなるね。ほんとね、分からんもん。俺が青や。青矢印。あ、俺黄色ね。オートロック。ここら辺のやつ切りたくなってくる。黄色か。ホラーな。このホラーなのなんかこれになんかやるんだろ。トークンないけど。お、パンコなった。何もなくていいんだ、アイテム。エンディング。いや、早いやろ。なんか出てきた、クジラが。あ、なんかこの画面はね、見た。ネットで見た。弱き者たちよとは書いてなかったけど。あ、こいつ目が見ない。集めるんよ、天空のかけらを。天空のかけら、まあ、ドラゴンボール的な感じね。ドラゴンボール7つじゃね。7つぐらい。かけらやって、ハートのかけらみたいな。あれでもあれなんか見らんやったっけ。見てないか、見てないか。見とったら取るか。それを全部集めるの。8個。8個けたらなんかある。なんだよ。ということで、あれが、ああ、クジラね。機械らしてくれる何か違いだ。何を祈るのです。やっぱ今。死んじゃうんかな、祈ったら。敵はおるけどな。相手にわざと攻撃させてからの攻撃。あ、ある。あるやん。普通に使ったんだよ。え、じゃ簡単に。わ、もう、もう8個。鍵がいるってよ。ね、これ。あ、なんかケージが。しかもこれレベル共有なの。かけら結構うえーた。それ爆発してダメージ食らうんだ。食らったか分からんな。あ、毒なるやん。あ、めちゃくちゃ減るよやん。あ、死ぬ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 。あ、回復しよう回復しよう。あ、勝手に回復するね。あ、なんかかけらいっぱい落ちとった。あ、そう。うん。
上に、うん、マジで、まあいっか、夜が長いよ。でももう32個溜まっとるけどね。動画見てくれた？お、見た見た。お、見た？うん、見た。チャンネル登録をした？したしたした。おお。あ、ってことはもう動画を見てくれた皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。